お、堆肥使うの？これ堆肥？そうそう、もうさ、この畑の土をやろうと思ったけど、干すの大変じゃん、こんだけ濡れてたら。そっか。で、結構ギュッと硬くなっちゃってるから、一番端っこのやつ、最後、土が足りなくて。なんか今も土、硬い感じだよね。硬い感じでしょ。だから。こっちがね、僕らがあの、ここの土地の土を入れたんですけど、結構もう硬いんですよね。まあ、だいぶ育ってますけど。なのでアペルのお母さんたちは堆肥を入れてやるそうです。あ、もみ殻くんたも入れたね今。そう、なんかさ、半分はきょうちゃんにかかってたけど私の栄養に、ね、微生物いっぱいつくよこれで。はい、本当ですね。金ちゃんもまかない、金ちゃんも見に行って、これで今ので2枚、2枚全部かな。ナパレットマック一応5パレットでぐらいかなって言って、いいわかる。これ去年のタブ側のやつだもんね。うん、みんなで撒いたお米だよこれ。あ、みんなでそう収穫してたやつ、すごい綺麗な状態で残ってたよね。パラパラパラって、全然カビてもないし、ネズミにもこれはやられたかった。5パレットいくね、このこれはいつまでですか？ね、つむちゃん上手だね。上手だね。ここない。こっちが手に持った。あ、いや、あれだと思う。リアルに。で、その後になんかもう一回ちょっとこうぬるま湯で32度だったっけな。32度で。浜ちゃんとね、かながもう毎日あげてたから水を。ああ、そうなんだ。そっかそっか。そう、水プラスあとなんかすごい可愛い可愛いってずっと言ってたから、多分ね、いい気は入ってると思うよね。この途中で出てるとこがあるから、こう、それを平らにしていじゃあ田んぼ作りの感想をどうだった？いやもう野生の帰ったというかもう大昔で戻った感じで、もう最高に気持ちよかったです。おお。もう落としちゃったけど、いややっぱ一から耕す開拓っていうのはやっぱロマンが詰まってました。いや筋肉も喜んでる感じだね。筋肉も
ゾクゾクしてます。ただじょうだ。もう自分の畑もらったんで、もう名前がただじょうだ。あ、ただじょうだけね。なんか昔に戻った感じで、一からやるのは楽しいですね。やりがいがあって、全然辛くならないです。あ、本当。作業的には結構大変だったと思うけど。でもあんま疲れたまんないですね。楽しいから。あ、本当。あとなんかやらされてるんじゃなくてやってるからじゃないですか、やっぱ自分でやりたくてやってるんで余計楽しいです、すごく。